さあ、今日はですね、無理したわということでやっておりますが、もしもし電話の方は3時をもちまして締め切りとさせていただきます。そしてですね、川柳門方もあと4分、はい、うまくいきますとスクラッチ宝くじ100万円が当選するかもしれない宝くじをですね、はい、今日川柳参加するだけでいただける可能性はありますん で, ですあと4分待っておりますよ、はい、参加してください、はい、さあ、松山千春さんからの長靴当選者の方からですね、お礼のおはがきをいただいておりまして、ご紹介ですが、タレゾーママさん、三重県にお住まいの方で桑名の方ですが、いつも楽しい放送ありがとうございます。今日東海ラジオさんにお邪魔して小さまの長靴をいただきました。そうです、私が当選したんです。おめでとうございます。長靴はうちの床の間に飾ってあります。すごいね、どんな大雨が降ろうとこの靴を履くことはないでしょう、はい、他の方も来て、はい、他の方からもね、鳥に見えた方、そしてお土産もいただきました。タレゾンママさんもありがとうございます。それからこちらはですね、痛い、何ですか、俺プレゼントいただいた方をご紹介じゃないんです。あ、そうなんですか。じゃあコラボ写真の、なんでです、あれ、いやだから、いただいた人のやついただきゃええがね。そうですよ、これ名前がここに書いてあるね。あ、いや、かっちゃんからお礼をいただいたので、ありがとうございました、それから、こちらがですね、タレゾーママさんからもいただいております。ありがとうございます。今のが、プレゼントを取りに来てくださった方からのお礼のお菓子をご紹介させていただきました。何です、何です、ごめんなさい。それから、おはがきもいただいておりますので、お礼をさせていただきたいと思いますけれども、あらかんちゃんからもいただきました。ありがとうございます。柳の彼岸花さん、それから、丸の内おじさんもお便りいただきまして、いつもどうもありがとうございます。おめでとう、行きましょう。はい、おめでとうのコーナーです、こちらは、地下にお住まいのミッキーマウスさんから、ダッフィー大輔さんとスティッチさんのお誕生日です。お二方お誕生日おめでとう。春日井市の織姫さん、26日は大好きな純くんの47回目のお誕生日。純くんが素敵な一日過ごせますように。せーの、おめでとう。カニにお住まいの聖郷大王さんから、25日は幼稚園時代から50年近くの幼なじみ杉山正樹さん、お誕生日おめでとう。神奈川の君まろこさん、24日は私君まろこの誕生日です。君まろこさん、お誕生日おめでとう。北区のカメラ小僧と仲間たちさんから、伊藤浩二さんと松本義久さんのお二人のお誕生日、お誕生日おめでとう。天群の村岡拓馬さんからです。池内俊先生、お誕生日おめでとう。そしてこちら春日井にお住まいの織姫さんからいただきました。6月の26日は私の大好きな大好きな純くんのお誕生日で、47回目のお誕生日です、ぜひお二人からおめでとうをよろしくお願いいたしますといただきました。純くん47回目のお誕生日です。お誕生日おめでとう。